事業所立ち上げ、はい、運営において、はい、やってはいけないこと3選。これ大体約2000万ぐらいかかってますわ。お客さんの事業所さんとかでも、うんうん、100万円が10万円になるって全然ザラにあるんです。すごいですね、うん。お疲れ様です。お疲れ様です。シルベルトの竹内です。福田です。シルベルトです。はい、僕めちゃめちゃ有益な情報を持ってるんで、ちょっと一個シェアしていいですか。ぜひ。僕ね、家自宅があって車止めてるんですけど、鳥の糞の被害にすごい悩んでるんですよ。で、まあ、要はボンネットに鳥うんこついてるみたいな感じなんですよね。で、ほんま鳥うざいなと思って、鳥のさえずりがめっちゃ聞こえるから、引っ越した当初めっちゃいいなと思ってたんですけど、あ、確かに、まあ、バリうざいなって今思ってますとはい、はい、で、あれどうやったら解決できるかっていろいろあるじゃないですか、はいはい、鳥よけのなんかつけるとか、はいはい、何個か試したんですよ。効果ないっていう。あ、効果ないんや、はい、で、いろいろ探した結果、何してどうしたらいいかっていうと、 NTT とか、はい、乾電とか、あの電線の業者に電話したら、なんか対策みたいなつけてくれるらしいですよ。対策のワイヤーみたいな。そう。で、もうついたんですか、じゃあワイヤーみたいな。絶賛やり取り中って感じ。あ、それで言うと残念なお知らせ僕持ってますわ。なるほど。僕13階に住んでたことあって、で、なんかポッポーポッポーって夜中聞こえるなと思ってベランダ出たら、人がついでカップルでおったんですわ。で、なんや可愛いなって思ってたんですけど、毎日1匹ずつ増えて、え、やばいやってなって、ちょっとね、カップルで毎日1匹ずつ、毎日、カップルがまだ下見に来たんでしょうね、はいはいはい、もう仲間が1匹ずつ増えてるわけですよ、ね、やばこれキモってなって、はい、意外がのやつね、はい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 、剣山みたいなやつ、そうそうそう、はいはい、もう何、立てるであろうとこ全部に敷き詰めて、めっちゃさ、つけてある家とかあるもんな、そう、つけたんですよ、はいはいはい、これでけえへんでと思って、うん、会社行って帰ってきたら、うん、おるんすわ。ちょっと足長い剣よりさ、このトゲより足がちょっと長い、足長いで、足こうなってるでしょ、はいはい、こういうことやな、こういうことや残念なお知らせですわ。そうならんかったらいいですね。そう、ただ、やっぱほんまに腹立ちすぎて、てかシルバーのボンネットがもう黒やんぐらい、ほんまにほんまにそれぐらい嫌ですね。そんな見たことないけど、それってほんまに変な話、射撃したろうかなみたいなレベルの怒り具合で、まあでも絶対それはまあやってダメなことではあるので、まあそういう対策、困ってる人がいたら一応そうやって対策してくれるみたいな。へえ、あ、そうなんす、そんな優しいんですね。そう、へえ、行きます行きますっつって、まあ業者が設置したところに鳥が来てこっちが困ってるってなら確かにそうかっていう感じなんですけど、あ、確かにね、でもやってくれるんやっていう、あ、楽しみですね、はい、豆知識なんで。あ、どうした。いや、違う、まあ、違うんですよ、今日はですねよかったよかった、はい、戻りました。まあ鳥って撃ち殺しちゃダメじゃないですか。ダメ、絶対ダメ、はい、まあ、関連するんですけど、はい、事業所、はい、立ち上げ、はい、運営において、はい、やってはいけないこと、お、参戦、おお、紹介できたらなというところで、立ち上げ前、立ち上げ後、どちらですか。まあ、やっぱりこのチャンネルって経営者さんとかが多いと思うので、うんうん、立ち上げる前から知りたいなっていうところ、あ、まあ、ちょっと時系列的にいくと、立ち上げる前にやりがちやけど絶対ダメよっていうポイント、はい、あれば教えてほしいなって感じですけど、いかがですか。はい、じゃあ一つ目あります、はい、内装とか、はい、家賃、うん、物件の固定費にお金かけすぎない、うん、おー、やっぱうちの、まあ、チャンネル見てもらったらかっこいいなって思ってくれてると思うんですけど、うん、これだいたい約2000万ぐらいかかってますわ、はい、まあ、そこまでかけれる人なんてまあまあいないと思いますけど、うん、多分なんか500万以上かけちゃう人っているんですよ、内装にですね、まあ借り入れでお金もあるし、そうです、そうです、こだわりたい部分ですもんね。そうです、そうです、はいはい、
もちろんいい事業所にしたいっていうのはあるんですけど、うん、500万って最初、まあ、例えば1500万借りたの500万って3分の1使っちゃってるわけで、やっぱ結構きついんですよね、後から、はいはい、あもうちょっと資金があればってずっとなってくるんで、あでかつ家賃もちょっと高い、はいはい、ってなったらだいぶきつい、だから物件もろもろにお金かけすぎないっていうのがいいですね。まあとはいえなんか内装って最初にかけるものでこうランニングっていうんですか、毎月かかってくるものじゃないじゃないですか、うん、内装費とか重機設備費って、うんうん、で一方で家賃っていうのは毎月かかってくると、うんうん、っていうところなんで、毎月かかってくるものは抑えた方がいいっていうのは分かるんですけど、うんうん、内装って後からちょこちょこ足せるんかって言ったらやっぱ最初が肝心な気がするんですけど、うん、ああ違うんですよ、あの結局、うん、人が入ってくるじゃないですか、はいはい、で利益が生まれてきたら、はい、近くの物件に移転すればいいんですよ、その時にお金が貯まってるから内装を入れて、うん、いいとこに移転しようっていうことでいいかなと思ってて、うちも移転してますから。そうね、確かに、はい、なるほど。内装費具体的にじゃあどれぐらいに抑えた方がいいとあるんですか、金額的に。最低限で言ったらまずスケルトンっていう状態やったらそもそもお金かかる、はいはい、で前の状態で事業所が作る事業所として認められない状態だったらもっとお金かかる、あ撤去してゴミ出してスケルトンにしてからもう一回作るんで、うん、だからある程度事務所でやってた場所のクロス張り替えとか、はい、まあまあそれぐらいでいいかな、そのもんでいいかなと思ったら200万ぐらいじゃないですか。へえ、内装200万か、あれですか、まあ綺麗にするだけで、はいはい、うちの10分の1まあまあそういうことや一発目からそれはダメだよって話ですよね。ちょっとこうリスク張りすぎ、あまあそのうちのチャンネル見てもらってるから余計に思っていただける可能性はあってですね、いやリスク張りすぎやな。へー、うん、でもこうなんて言うんですか、すごい覚悟を持ってさあ事業所しようってなったらやっぱいいもの作りたいってもちろん思うんですけど、はい、まあやっぱそこは固定費を抑えた方がいい。そうやって最初からスターになってる状態みたいな、うん、じゃなくてレベルアップしてってやっとスターになるっていう状態なんですけど、ちょっとこう一足二足飛ばしすぎかなって感じですね。なるほど。じゃあ、家賃とか、まあ、そういう固定費とか、はい、内装の費用を、はい、膨らませすぎない、はい、できる限り抑える、はい、一つ目、はいはい、二つ目なんかあります？二つ目はそうですね、これは事業所解消前でまだ言います。はい解消もちろん了解。解消前で言ったら車、うん、車用車、うん、これが送迎用なのか営業用なのか、まあ、送迎って必須なんですね、うん、まず送迎するってなったら送迎は必須で、営業者がいるかどうかっていうのは、まあ、その事業所の状況によると思うんですけど、うん、車とか、うん、複合機とか、うん、パソコンとか何しかこう金がかかる備品みたいな、うんうん、ところはもうできるだけコスト下げた方がいいと思ってて、へーリースも多いし全部損金扱いにできるからたらかんたらとか言うんですけど、原価償却と違ってとかって言うんですけど、それより一番いい方法が全部中古にするっていう、へーがいいと思います。あ、そうですか。はい、やっぱりそのリースもそうですけど、やっぱりランニングの固定費がちょっとずつ上がっていくんですよ。複合機リース、車のリース、もろもろパソコンのリースとかってちょっとずつ増えていくんで、ちょっとずつ中古の一番安いやつを買って買い足していったらいいと思う。そしたら結構そのお客さんの事業所さんとかでも、100万円が10万円になるって全然ザラにあるんです。すごいですね、うん、確かに。そう、さっき言ってたように、あの事業所も大きくなってから、利益大きくなってから移るみたいなもんで、このパソコンじゃもう俺たちの生産活動収入のアップは来たぞってなってから買い足すというか。あ、なるほどですね。ほとんどの事業所はもうオーバースペックなんですよ、車もパソコンも複合機も。なんで全部中古で済ましたら多分結構圧縮できるかなと思って、さっきの費用の話も付随するんですけど、そういった備品とかそういう関係をできるだけ中古で一番安くて、はい、壊れるまで使い切ってください。なるほど。これ、はい、ジルベルトはどうやったんですか？ジルベルトは車で言うと全部込みで30万。
全部込めてたら割安いっすね。はい、車体価格10万ぐらいなんですよ。割安い、それが2台。めちゃくちゃ悩んでな。あ、そうなんですか。めちゃくちゃ悩んだよな。安っ、すごいっすね。それで悩んで、でそれをまだ使い続けてるから7年8年ぐらい。そうね、初代がいてて、それはもうぶっ壊れて、で、はい、2代目と3代目、この2代目と3代目が30万ずつぐらいですね。そうっすね、初代がもうえげつなくて、なんかわかんないですけど、配線が下にこう見えてて、引きずってる状態。怖すぎでしょ。何の配線かわからない。もう事故車やろ、それ。あれはやばかったな。やばかったですね。あれがほんまに、でも使い続けたかったの、気持ちとしては。気持ちとしては。何か液が食べてる。愛着だけで乗り切ろうとしてたらそれ。金がないからさ。あー、なるほど。そうそう、その車で、バリ取りしたのを持ってって。へー。やってました。説得力あるな。でもまだ未だに30万の車2台、9軒目ですけど、稼働してるんで。はい。現役ですもんね。元気バリバリ走れます。全然使えますよ。買い替えるつもり今んとこないです。その話一回曲がったことないです。確かにそれでいいですね。それでいいと思いますよ。もちろんその車椅子対応できるかって言われたらなかなかできないですよ。できないけど NPO 法人とかだったらなんか NHK のなんかでワゴンもらえたりとかするじゃないですか。なんか補助金だったりとかそういうのもらえるなんですね。なんかあってそうステッカー貼ってますもんね。そういう手段もありですけどね。どうせね、するんすよ。しかもさ、ジェルベルト歴代2人吸ってる新人が1週間以内に吸ってる。しかもヘラヘラしてる。そのうちの1人。そうだミラーぶっ壊し事件。ミラーぶっ壊し事件ありました。なんでなんだろう。でも、おかげで上手くなりました。上手くなった。はい、運転上手くなりました。男性社員入社して1週間以内に吸ってるからやっぱ自信なくす、採用に対して。これもできるのか。え、僕以外にもう一人いるんですか。はい、参りました。あ、そうだったんですか。はい、ヘラヘラしてました。やばいっすよ。でもさ、30万やから今ここにいられるおかじっていうのがいや、されたありがとう。これだってさ、確かに何その300万とか400万の車のミラーぶっ壊してるのさ。確かに、そうやな。でもまあ笑えへんもんな、普通に。だってさ、30万のミラーやからさ、岡地ホームセンター行って、はい、バリ強いガムテープ買ってきて付け替えてくれっつってゴリラテープです。ゴリラテープで今、ジルベルト の車のミラーゴリラテープでぐるぐる巻きにしてるから、はい、やばいっすね。そうですね。そうか、でもそれすごい分かりました、経緯が、うん、それでなんとか僕が生き残って首の皮一枚つないだのが30万円の車やったからですね。そう、そこにもうだって気が散らない。30万の車やししゃあないってなるけど、300万する車買ってさ、どうのこうのってさ言ってきたらさ、そっちに気取られてまいよ。確かに。どうしよう、うん、職員の心理的にも優しいですね。ありがとうございます。まあ30万やったら別に職員もな、1ヶ月無給で働いたらちょっとやばい繰り返せるっていう。確かに、はい、まあお金をかけすぎないって点では一緒ですけど、備品関係も結構圧縮できると思います。なので使いすぎないがやっちゃダメ。はい、はい、あとは3つ目。3つ目、はい、3つ目そうやな。これ会社前ですよね。会社前で3つ言うみたいな一緒になってる。テレソーがありました。前ですよね、はい、それで言ったらそうですね、何があるかな。会社前、まあ代表になる新人が、素人が急に代表になるというところで、はい、なんか、おごっちゃう。おごり、精神的に。マインド系ね。はい。だからなんか、高ぶってて、夢語りっちになったりとか、社長、社長って言われて、なんかこう、うんってなるんですよ。へぇ、その効果あるんですよ、うんっていう時。なんかちょっと、能力がこう開花してる感じになっちゃうんですよ。そういう感覚にってことですか。感覚に。役割とか立場がまあ変わるわけですもんね。そうそうそう。それってその自分を振り返ってあるのかとか、うん、例えば関係先の方とか、はいはいはい、知り合いの方とかでなんかそういう事例とかがあるんですか。僕は社長になりたかったから、もともと大学生の時、うん、社長になったんだっていうのと、他の飲み会行ったら社長って言われた時僕分からなかったんです。僕に言ってたっていう感じ、うん、ああ僕かと思って。その時やっぱ
ぐん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 へえー、それはそうなんですね。紅葉してたんや。紅葉してます。あんまそんな感じ見えないじゃないですか。確かに、うん、そうですね。あでもあの実力がないって僕はすぐ気づいたから、あっていう感じ。あすぐに、あそっか、ほんまに初期に1回伸びただけぐらいの感じ。僕はねもうシュッすごいまあ年齢的にはそうですよ。年齢が近いっていうのと、あの就労支援で年配の美容師さんがいたからいいけど、僕が年齢が一番高かったらずっとこの状態の可能性が高い。それはそうなんや、はい、ここでやっぱ一番偉くて年長者で経験豊富やったら、自分がやっぱ正義、ルールって、もちろんルールを作る側ではありますけど、うん、人の意見を吸い上げてなるほどなっていうところにやっぱ柔軟性を欠けてしまうと思うんですよ、うん、そこはちょっと危ういなって思いますね。なるほどね。たまに4、5年たって、創業 4、5 年ですって言って社長と社員連れてきて、やっぱこんなやつおるから。なるほど。なんかありそうですね。なんかそういう伸びてる状態って別に具現化はしてないじゃないですか。具現化してますよ。あ、してる？見たことない。余計やるもん。具現化してる。僕には見えてます。僕らは見えてないよな。あ、そうですね。見えないですね。こうなってて、まあ、連れてきた職員になんかこうやんなとかって言って、この人も困ってるんですよ、まあ、相談に来てるから2人で言ってるのと違う、現実と違うみたいな、でやっぱこうなってるから、まあ、まあ僕に対してもこうしていきたいって感じでしょうね。癖ついてしまって、あでどうですかみたいな、なんか集客あんまりできてないらしいって聞きましたけどみたいな、おできとんなみたいな、あそれはあれ、プライド的なやつ。そうそうそう、あまあまあそのルール化した方がいいですよとかっていう話したら、うちはルールがないのがルールやから、あれなんか聞いたことある、うぃぃぃぃぃ、聞き取りいただきました。すごい帰ってもらって、はい、えー、やっぱなかなかあれやん、ノコギリになっとったんちゃう。あなかなか硬かったもんな。おごらないということね。おごらないっていうのはすごい大事だと思います。おごらないっていうのは確かに大事っていうのは一般的にも大事って言うじゃないですか、はいはいはい、謙虚でやるとかね、うんうん、僕らのその会社の理念にもあると思うんですけど、おごらないための具体的なアクションプラン、はい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 、具体、おごっちゃダメだってこう思える、立ち返れるようなアクションプランって何かあります？そうですね、自分の実力をまず知る、うん、だから自分ができることが何か書き出す、自己分析ですよね。まず先頭、何の能力があるかっていうところが会社の器ですから、社長の器は会社の器、はい、それ以上にはいかないから、自分の営業力が少なかったらもっとすごい営業力のやつを引っ張ってくるもできないし、育てることもできない、はいはいはい、だ自分が今何に長けてるかっていうことをまず知ることやな。なるほどね。なんかその相対的評価をして、例えば自分より売上規模が大きい社長と会うとかっていうのはされてたりします？あ、そうですね、それは過去はしてましたけど、教えてくれることがピンとけえへんから、あんま勉強ならへん。そうなんや。へえ、なんか自分まだやまだやまだやなって思うためにその格上の人と会うっていうのあるじゃないですか、はいはい、それはなんかそのアーロン系の経営者さんはどうですか？うんうん、あ、そうですね、性格によると思うんですけど、うん、僕は基本何でも吸収したいっていう立場、あの体質なんで、はい、それで言うとその先輩経営者だからどうのこうのっていうのは僕はあんまなかったっていう感じ。なるほどね。いろいろ含めてあんまりこう外に出て時間を使うのも必要ないかなっていうのはありました。分かりやすく自分よりこう格上の人の話が入ってくるタイプやったら、うん、そういうのも効果的っていうかもしれないですね。おごらない、はい、大事ですね。大事、金をかけずにおごらずに、つつましいですね。はい、まあ、それがやっぱ等身大になって利用者さんたちもまあ信頼してくれるんじゃないですか。あ、なんかおごることによる具体的なデメリットとかってなんかあるんですかね。さっきのお金かけないやったら、はい、まあ、お金の目減りを減らせるとかっていう、こう分かりやすいこうリスクがあると思うんですけど、うんうん、はいはい、別にアーロンでもいいじゃんみたいな。アーロンパーク作るためにな、ナミお前は俺のアーロンの声覚えてない。ピンの声似てるか分からない。分からない、確かに分からない。でもアーロンパーク作れたらまあいいですよね。まあまあ、映画と授業書アーロンパーク作れたら、アーロンってあれ強いから、ね、
そもそも、ね、そこの地域でバリ強いから、確かに力でねじ伏せられるんですよ。これが力がないのにアーロンになっちゃってる状態っていうのは、ちっちゃいちっちゃい規模ですよね、うん、周りからしたらあれその花を折った方がええでって思ってるんですけど、なんかこうアーロンになってる状態っていうのは、うん、自分で可能性を蓋してるという状態ですね。あ、それ以上にならないっていう、はい、満足しちゃってるっていう、そこが一番ちょっと厄介ですね。なるほど、ちっちゃい一人アーロンパーク、そうですね、瓶に入ったちょっと抱きしめられたそういうことやな、ちっちゃい、まあじゃあスケールしにくくなるみたいな感じですかね、まあ、そうだと思いますよ。どっかで挫折、はい、経験して大きいって折れるんでしょうけどね。まあ若い頃は福田君みたいにってよく言われましたから、へえ、おごらないね、おごらないですね、はい、ありがとうございます。じゃあこれが事業所解消前のやっちゃいけないこと3選、そうですね、はい、はい、じゃあ事業所解消後3選、次見たいと思ったらいいねとチャンネル登録お願いします。お願いします。ありがとうございました。